お待たせいたしました、それでは本日は6月に当選されたばかりの新潟県知事の花角秀夫さんにお越しいただきました、はい、まず新潟県知事の皆さんにはです、ね、これまでも泉田元知事、米山前知事、花角さんと日本記者クラブではですね あの例年のように来ていただいていますので、えー、お忙しい中を来ていただいてまずありがとうございます。で今年の1月に米山前知事はこちらで記者会見をされて新潟県における柏崎刈羽の原発再稼働についてのまあ3つの検証ということと新潟県民の民意の下で今後、 東京電力等のある種のその隙間といいますかそういうものを自分が埋めていくんだということでですね、えー、県民ファーストの政策を述べられて3つの検証の課題ということを皆さんも覚えていらっしゃると思いますけど、えー、今日その花積知事からもこの3つの検証について現状がどうなっているのか そして、今後の見通しということも含めまして、ですね全国のメディアに発信してもらいたいと思いますので、よろししくお願いします当選後、もうすでに県議会も終えまして、さらには8月には韓国、中国にも。<coughs> 列強されて新潟県との交流を深めているということでお忙しい中を今日早速来ていただきましたのでまず最初に知事の方からスライドを使ってお話をしていただいた後 会場からの質疑応答を受け付けたいと思います。なお、私は本日の司会進行を務めさせていただきます。え、当クラブ企画委員でテレビ朝日の川村と言います。それでは知事よろしくお願いいたします。はいち、ちょっと。まあ、名乗るだけでもあのご紹介いただきました。新潟県知事の花摘みでございます。今日はもうこういうあのお話しさせていただきましてありがとうございます。それではあの。 座ったままま説明させていいいたただきたいと思います今ほどあの川村さんの方からあのお話いただきましたけれども、えー、6月の10日にあの投票、まあ、選挙の投票だったんですが私はその日からあの堀上は知事に就任した形になっておりまして、えー、従いましてえ就任してちょうど3か月ちょい経ったところというところでございましてまああの 今までお話ありましたけれどもその間に県議会も開かれましたしいろんな諸行事でですね落ち着かない日々を過ごしておりますがその間にあっても今日これから特に中心としてお話しします原発の問題と県民のんて言いますか関心の高いもの深刻な まあ課題でありますけれども、えーまあ、原発に限らずですね、えー、県内本当にあの、えー、多くの都県,都県東京都はちょっと別格かもしれませんが、えー、地方のお府県が抱えている課題というものが、あのー、随分私自身、えー、皮膚感覚として実感として感じられることがあります。今日はそのお特に 新潟県としてこれからの力を入れていきたい課題も合わせて原発の話と合わせてですねご紹介させていただいて皆様方の関心を多少とも寄せ,いただけた寄せていただけたらというふうに思っております。それではあのスライドでまたお手元に資料も少し配らせていただいておりますけれどもそれをご参照いただきながらお話しさせていただきたいと思います。 えー、テーマーとしては六つに分けてお話しさせていただきたいと思います最初は繰り返しになりますが柏崎刈羽は原子力発電所の再稼働問題についてこれはあの、えー、こちらの方からのご依頼もあったテーマでありますのでこれをまず最初にお話しさせていただきますその後二番目三番目四番目五番目あたりはですね今ほど私申し上げた新潟県として今あるいはその私が知事として 特に新潟の現状の中でこれから力を入れていきたい課題テーマということで少しお話しさせていただきたいと思います。で最後に6番目に主要のプロジェクト主要プロジェクトとございますのはこれから12年新潟県がでいろんな国際的なといいますか大きなプロジェクトが動きますのでそれを少し紹介させていただきたいとそのように思っています。 さて、最初のスライドですがあの再稼働問題に対する考え方、ここにあの文字であの簡単にまとめさせていただきましたこれに尽きるんですけれどもちょっと読み上げるようなものでありますけれども、まあ、あの3つの検証を進めております、この3つの検証が終わらないとその結果が示されない限り再稼働の議論はしません。 これは前の米山知事もそう言っておられたと思いますでこの後ほどのスライドで順次お話ししますけれども3つの検証というのは基本的には米山前知事の作られた枠組みをそのまま踏襲して動かしていますで2つ目の囲みは、まあ、検証結果これ何年かかるか分かりません2年なのかもしれません3年なのかもしれません4年なのかもしれません 私はあのお尻を切っていつまでにやってくださいというふうに言うつもりはありませんしっかり議論を尽くしてくださいと申し上げていますただいずれにせよどっかで検証の結果は出てくると思いますで、その検証結果をいただいた上でそこから先はあのまさにリーダーとして責任を持って結論を得て県民の皆さんにお示しをしその結論を県民がどう評価するか 県民の皆様の意思をどう確認するかは、えー、真を問うということも申し上げております真を問うもう決めてるわけではありませんけれども真を問うことが最も重い、えー、判断だと考えておりますので真を問うことも含めて意思を確認しますとで最後の囲みが、えー、その県民の意思が納得である納得するということを示さない限り 原発は再雇断することはできないこの3つを明確に議会でも聞かれれば申し上げてきたところでありますさあ,あのここからはあのもうよくご存じの方は復習になってしまいますがあの、まあ、あの県内関係者以外はなかなかあのご存じないかも新潟県何をやってるんだというふうに思われる方も大勢おいでだと思いますので。 改めて三つの検証というのは何をやっているかをお話しさせていただきたいと思います。えっと大きく四つのあの委員会が動いておりまして、えー、まあ下の三つから申し上げますと、一番左が事故原因福島の事故原因原発の事故原因の検証をこの技術委員会で進めてもらっています。それから真ん中が えーまあ、原発事故が住民の健康とそして生活にどう影響を与えたのかそれを検証すする委員会ですそして一番右側が、えーまあ、万が一の事故が発生したときに安全に避難できるのかどうか実効性のある避難計画というものを作ることができるのかどうかこの安全な避難方法に関する委員会。 そしてこの3つの委員会のこれは相互に関係する部分がございますのでその上に総括の委員会検証総括委員会を作ってございましてここが取りまとめを行うとこういう枠組みになっています検証の委員についてはここにあるとおりでございましてそれぞれ専門の方々を選んでおりますこれは米山さん米山前知事の時代に、 専、えー、任をしておりまして、ここはあの私はあの何も変更しておりません。そのまま議論を続けてくださいということで、えー、皆様にお願いをしています。次のスライドはあの時間割とて言いますかロードマップであります。えー、まあ20実際上はこの29年度から動き出しておりまして。 今年度に入っててからも議論は続い,ていますただ選挙のこの4か月近く選挙がありましたので事実上夏休みというところもあって委員会は開かれておりませんでしたが一番右端にありますように次々と今月に入って動き出しておりまして今週の頭ぐらいからですかね立て続けに開催されてきている ところであります。さあ一つの委員会の動きですが、まあ、まだ動き出して1年足らずのものがほとんどですので、えーまあ、中身というよりもこんな感じですというところなんですが検証総括委員会はままだ1回しか開か開れておりませんでこれは3つの検証委員会のそれぞれの状況について報告を受けている、まあ、そんな状況であります。 これ自身は頻繁に開かれるものではなくて私のイメージとしてはせいぜい年に2回ぐらい12回ぐらい各検証委員会の進捗状況を確認しながら相互の関連する課題等があれば議論をするそういうイメージの委員会だと思っています。でまず先ほどから申し上げていますが技術委員会これが福島の事故原因の検証ということで。 まあここにありますように福島の事故原因の検証はもうすでに国会ですとかあの民間もありましたし政府もありましたし東電自身もやってますが4つほどの事故調査報告がもう出ているわけでありましてあの中にはもう事故調査ってまた必要なのかともう調査報告出てるじゃないかと何を今更原因の検証が必要なんだというような声もあるようですけれども。 4つの事故調査、そのものでもそれぞれあの違いがあります。え、従いまして、もう一段この私ども新潟県としては、この技術委員会においてその事故調査の間の違いも含めてですね。なお、残る疑問の点について議論を深めるということで議論をしていただいているところでありますそのこと自身は意味があることだと思っています。 であのまあ、課題をです、ねえっと、この技術委員会では抜き出しまして6つに整理をして、えー、その課題別に少人数で議論を深めてきています、もう5年近い議論を経てです、ね、大半の課題についてはあ,の、まあ、ある程度の整理が終わっていますが、えーまあ、今、まさに議論を継続しているのがこの課題の1にあります、まあ、地震動による重要危機の影響ということで。 まあ、特に分かりやすく言えば、えー、福島の非常用電源がなぜあの働かなかったのか非常用電源をが失われたのは何が原因であったのかというところで、まあ、あの多くの事故調先ほども触れた事故調の報告書ではやっぱり津波によるものだったという結論が多いようでありますが一部やはり地震そのもので壊れたんだという議論もあるようで。 そのの部分がこの新潟県の技術委員会でも議論としてて続いているところでありかし今のこのスライドはあのその技術委員会の活動の中であのこれも多くの報道がありましたがメルトダウンをしたという事実について東京電力はなかなかそれを公表しなかったそのことについて何が原因であったのかと公表が遅れたことはどう,どういう経緯なのかと。 というところを東電と合同で検証するそういういい作業も行いましたえこの5月に報告書をまとめていますけれどもまあここにあるようにメルトダウンを使わないという使わないようにするという指示が一部にあったのも事実であるということを断定しています。 続いて健康と生活委員会ですがこれもあの、まあ、どういう福島の原発事故が健康そして生活にどういう影響を与えたのかということこれはなかなかの議論を深めるというものでない部分もあるかもしれませんが、まあ、健康の部分はしかもあの今の段階でどういう健康への影響があるかというのを推し量れない断定できないところもあろうかと思いますが可能な限り、えー 議論をしていただくというところで、二、えー、つの分科会に分けて、えー、議論を始めていただいているというところであります。続いて、まあ今のあの分科会健康の方の分科会どんな話が出ているのかのご紹介です。まあ特に甲状腺の部分などはそれをどう評価するかというのは議論が分かれているようであります。 避難の方は調査をかけまして7年近く経ってそれでどういう状況が起きているのかということをアンケート調査により確認をしています。続いてヒアリング等も行うことでありますけれどもいずれにせよこの事故でどういうことが結果として起きるのかということを明らかにしていきたいと。 思っています、まあこの活動の状況で、えー、昨年度のおアンケートの結果に続いて、えー、今関係者へのヒアリングを進めています。さあこの,このスライドからですねまず、あ、避難委員会の部分でありますがおそらく議論としてはこの避難委員会が最もあの、えー、県民の関心が高いかもしれません。 えー、万が一事故が起きた時に安全確実に避難できるのかどうかそういう計画を作ることができるのかどうかこれがまさに議論が始ままったところであります、えー、最初の段階ではまだ課題を抽出したというところでございましてまさにこれからその課題を一つ一つ議論を深めて 何らかの答えを出してていいいくとととうことだと思っていま,すで、えー、まあ先走りますけどあの避難計画に一回落と,しを落としてみて訓練という形をやってみてでまたフィードバックするそしてあのより、えー、実効性の高い計画に高めていくとそういう作業を繰り返していくんだろうというふうに思っています。 まあその過程で県ではやりようのないもの例えば法制度法律のやっぱり仕組みが必要になるとかですねそういったものがあればその課題については国に要望していくそういう作業も必要になるかと思っています、まあ、あのこれは、まあえっと、委員のの皆さんに現場を見てていいただいている時の様子であります。 まあこれちょっと細かいんですけれどもあの、まあえっと、課題っていうのはどういうところに発生するかということをあの並べてみたものでありまして、まあ、こういう形で一つ一つ課題をですね潰していきながら議論を深めて、えーまあ、避難計画というものを作っていくという作業に入っているというところであります。すみまません、えっと、ここまでが、 原発関係でありまして次から流していきますけれどもさっき冒頭申し上げましたあの新潟県として今どういうことをどういう課題を抱え何に取り組んでいこうかというところで最初にお話したいのは防災減災減ですこれももの言う必要もないかもしれませんが本当にあの数十年に一度あるいは想定外という言葉を使った 使われれてていまますすけれども自然災害が頻発しています防災上必要となる対策がやっぱり追いついてないんじゃないかと新たなステージもう一段高いレベルでの防災・減災対策を進める必要があるんじゃないかというふうに感じていますでそのために、まあ、ハードとソフトを両面で対策を進めなきゃいけないと思ってますが特にハード部分で言えば、まあ、事前対応が必要になりますねと。 どこまで事前に備えるかっていうところはあの議論が当然あるところでありますけれどもあのことが起きて、えー、それを復旧する中でよりあのいいものに、えー、強いものにするっていうのが今の現状なんですがやはり起きる前にもう少し強化しておくべきハードがいっぱいあるんじゃないかと。まあ、特ににに、ここに書いてありますようにひとたび、あの 例えば河川で言えば氾濫をすると壊滅的な被害極めて甚大な被害が想定される場所というと場所これは想定されているわけでありましてその部分にはあらかじめの対応をやはりしていく必要がある、まあ、それこそ虫歯で言えば本当にあの抜死をしなければならなくなってからの治療ではなくてやっぱり早めの治療がいりますねというふうに思っています。 あるいはあの高齢者と要配慮者がいるようなハード例えば高齢者の施設があるようなその背後にある休憩者地ですとかですねあるいは1本しか交通路がなくてそれが何らか災害で途絶するとまさに孤立してしまうようなそういう交通網こういったものに優先的に事前対応の対策が必要ですねというふうに考えています。まあ、最後ちょっと、 の泣き言ではありますけれどもどうしても維持管理というのが、えー、限られた県の予算ななどでは後回しになってきてきいます特にあの河川などでは、えー、日々の管理できちんと砂を掘っておくとかですね、えー、木を伐採するといった維持管理が後回しになっているのが現状でして、まあ、そういったところにも、えー、これまで以上に目配りが必要なんではないかという問題意識であります。 それからソフト面でで言えば、やっぱり情報のの伝達の体制ですね、えー。届かない届くんだけれども届いたけれども、えー、住民の方は自分は大丈夫だろうという,う、まあ、正常性のバイアスといいますか、えー、そういう,う現実にそういう事案が西日本豪雨でもあったわけでまあそういったあのソフト面部分で、えー、どうっ 生活命を守るかというところで。これまで以上に意識啓発が必要だというふうに思っています。次のテーマは、あの特に、あの。力を入れたいと思っている。テーマで。健康立憲ということを。今、申し上げてきています。これはあの健康寿命を伸ばしましょうということで。まあ、実はあの平均寿命はもちろん伸びていますし。 新潟県も全国的には、まあ、ちょうどほぼ同じぐらいの全国平均男女とも全国平均に、えー、ちょうど真ん中にいるようなものでありますが実は健康寿命これはですね、えーまあ、例えば新潟は大変一人当たりの精子のお酒の消費量も多いですし塩分の多い食事というのはかねて言われておりましたが、えー、急速に改善が進んでおりまして意外と新潟県の健康寿命は全国でも上位にいます。 男性で10位、女性で11位となっていますがこれを私としては一段と伸ばしていきたい新潟県がまさに健康先進国として知られるようになりたいとそう思っています、まあ、そのためには特に働20代から40代にかけて急速にあの運動不足なり、えー、生活習慣病が がありますこういったところに働きかけないと、まあ、健康寿命の延伸,延伸ということはかなわないと認識しています。そのために結局企業と連携をする必要がありまして、えー、まあ新潟県ではでに元気・生き・健康企業、まあ、こんなの名称がこのままでいいかどうかは別にしても一生懸命健康経営に取り組んでいる企業をですね、えー、褒めて差し上げる。 企業イメージの向上に使っていただけるように。そのことでまた一層従業員の健康に配慮した経営なさる。まさに健康経営を進めるための後押しをしているところであります。まあ結局健康寿命を伸ばすということはもちろん個人の幸福ではありますが。同時にやはりサステイドルルなあの社会保障制度を維持するためにも。あのまあ大きく言えば。 支えられる人から支える人になってほしい分数で言えば分母に多くの人がとどまってほしいという思いを込めております今このままでいけば分母よりも分子が大きくなっていく時代に突入しているわけで分母により多くの人がとどまれるようなそういう環境を作っていきたいと思っております 次のテーマは企業創業でありまして、まあ、あの実は新潟県の実は開業率ということはあまりお呼びでないかもしれませんが、まあ、年間に生まれる企業の数でありますけれども、えー、残念ながら全国46位というのが新潟県の状況でありまして、えー、47位は秋田県産んなんですけれども再開争いになっているというところでありまして、まあ、もっとチャレンジする人たちが出てきてほしいと。 いうのが私の思いであります。えー、多くの人が企業創業チャレンジをするあるいは中小企業さんが第二の創業を目指すまあそういった挑戦する人たちが多く集まる県にしていきたい。そのことで経済を活性化していきたいというふうに思っております。まあそのためにいろんなあの手を打ってきています。これはまあ多くの自治体さんもやってるでしょうけれども。 まああの学生なんかを集めて起業家予備軍を広げる努力とかですね、えー、あるいは本当にあの身近な創業であればもうお金を直接貸しましょうとかですね、えー、あの会社のオフィス等の提供とかですねあるいは UI ターンについては家内の支援をさし,して差し上げる、まあ、そういったあの努力はやってきてますが、まあ、現状まだそういう開業率が極めて低いという状況で。 えーまあ、新潟県が挑戦する人たちが集まるう県にしていきたいとそのように思っています。まあそのある意味でその一環でもあるんですが一つ目に話を申し上げたいのは輸出であります海外マーケットをに、えーまあ、新潟の産品を多く出していけるそういう強みのある、まあ、産品を育てていきたいと思っておりまして。まあ、新潟のの場合はは一つ今力を入れているのは お酒でありまして、えー、国内での清酒の出荷量は、まあ、兵庫京都に続いて第3位なんですけれども、えーまあ、あの蔵元の数で言えばあの全国で、まあ、中小が多いということではあるんですけれどもあのいわゆる銀条市とかですね本醸造特定名称市といいますがあの高いお酒で言いますと。 兵庫や京都よりも新潟県が実は全国一番だという状況がありましてまあそれだけあの高いお酒をですねこれを輸出に回していきたいというふうに思っていますで今面白いことはまあ新潟県そういう実はあの昭和の初め昭和5年からあの今は全国で唯一ですけれども県立の醸造試験場日本酒のための試験場を持っておりまして、まあ、品質の向上あるいは人材の育成に取り組んできてるんですが 今面白いことにあの従て輸出の数量を今全国でも全国の輸出の1割を新潟県が占めてますけれども今もう一つ面白いことに日本酒学というこれは大学新潟大学と県と、まあ、県の酒造組合産学館が連携をしましてですね今日本酒学という学問領域を打ち立てて広げようという努力を始めているところでありまして。 まあ、あのワインの世界で言えばボルドフランスのボルドーに研究所がありますけれども学問として、まあ、隔離している部分があるんですがそれに倣って日本酒学というものを育てていきたいというふうに考えています。でまあ,あのおかげさまで農,農産物の輸出が非常に順調に伸びてますがあ、まあ、圧倒的にこれお米なんですね新潟の輸出は。米とお酒でありまして しかもその輸出先がまあ香港シンガポールそういったところなんですけれどもこれの一番の問題は今中国がですね、えー、残念ながらあの東の大震災の後の福島の原発事故を契機として輸入規制をしています新潟の食品がお酒も含めて一切中国に輸出できないでいるという状況がございましてまああの1都9県がそうですけれどもまあ私どもとしてはその 何としても早くこの輸出の規制につい輸入の規制中国から見れば輸入規制ですね緩和してもらいたいというふうに思っているところであります。さあここから最後もう時間もあれですのでご紹介でありますが新潟県の主要なプロジェクトこの1年の間で予定されている主要プロジェクトとして国民文化祭全国障害者芸術文化祭が来年の9月10月11月と。 新潟で初めて開催されます。まあこれも各県持ち回りで今年は大分県でやられてますけれども、まああの文化でも新潟というものを発信していきたいと思っています。まあこれはあの来年のやはり同じタイミングになるんですが、JR グループさんのデスティネーションキャンペーンというのがありますがあこれがまたあの新潟の京都に次いで第9あの 京都は毎年ほぼデスティネーションキャンペーンの対象になってますが新潟県は実は9回目ということで何回も取り上げていただいてるんですけど今回は来年の秋庄内と山形県の庄内地方と組んでですね日本海美食旅ガストロノミーという食をテーマにして、まあ、出かけてきてくださいというキャンペーンを大きなキャンペーンを始めます。 それからこれもあのぜひあのご承知をお聞いいただけたらありがたいんですがあ2020年の冬ですね2月夏は東京オリンパラですけれどもその年の冬は、えー、ワールドカップアルペン競技ですけれどもこれがあの苗場で開かれることが決まっています苗場は2016年に初めてやりましたけれども2回目ということでワールドカップが開催されるまあアルペンスキーといえば 新潟湯沢苗場というイメージを作っってていいいきたいと思っています。そしてあの最後になりますが佐渡の金銀山これはあの世界遺産の候補ということでこれまでいろんな運動し努力をしてきてますがつい先般残念ながらあの縄文北東北北海道の縄文遺跡の方が先にあの候補となることが決まりましたが。 えー、まあ、あの、引き続き、佐渡の金銀山も。世界文化遺産の、登録を目指してですね。えー、まあ、今、活動を続けているということでありまして。ぜひ皆様方にも、知っていただきたいと、いうふうに思っています。佐渡の金銀山、本当に、あの、ヨーロッパとは、異なる発達の歴史を持った独自の。技術で、生産が行われたということで、その貴重な、あ。 資産がいっぱい残っておりまして、えー、まさに普遍的価値のある鉱山だというふうに考えているところであります。すいません、えっと最後になりましたが、ちょっと一分だけあの映像を見ていただきたいと思います。あの私の生まれたところでもありますが、まあ、佐渡のちょっとあの風景をご覧いただきたい,と思います。 佐渡には能舞台がまだ30いくつも残っておりまし、えー、その能舞台を普通の住民が演じている生活の中に溶け込んでいるそういう文化が残っています。これがあの世界遺産の候補となる鉱山の一つの遺跡ですけど「先光場」と言いままあちょっと見るとあの。 ローマ時代の建築のようにも見えますけど、ね、素晴らしい景色としても景観としても素晴らしいですまあこれはあの有名ですけどタライブのシーンになりますが、大変あの今おいでになっている外国人の方のこれ千と千尋のあのアニメがありましたよね。あの中でもタライブが取り上げられてますけれども、これ最後にこれあの。 イタリアの青の洞窟青の洞門でしたっけ有名ですけどこの佐渡も素晴らしいあの洞窟がありますまあこんなところですいませんあの非常に駆け足になりましたけれどもあの原発をはじめ県が今抱えている課題そしてどういう取り組みをしようとしているかを簡単ですけどもご紹介させていただきました。ごご清聴ありがとうございました花、えー 今の抱えている問題点と今後の新潟県政についての主な課題をまとめてお話しいただいて、どううありがとうございましたでこれから質疑応答に入りますけど、まず私の方から司会者の特権としていくつかご質問させていただきますが、はい、あの3つの検証について現在も振興の まあ家庭をお話しいただいてなるほどという理解を得た方も多いと思いますけれどもあのその中でもですねやはりあのいずれも大事な視点だとは思いますけれど何か起きた場合の住民の避難計画でこの住民の避難計画については先ほど東京電力の社長とも8月2日でしたか。 小早川社長とお会いになったということでその前にその何か大きな重大なアクシデント重大事故が発生した場合の想定訓練というのがそれぞれ行われてですねはい、はい、その時新潟県の柏崎刈羽の場合にはその原子力規制委員会の判断基準3段階の中で最低ランクだったと。 いうこ,とでです、ね、これで原子力規制委員会の今後の再稼働に向けて非常に住民としては不安な要素をこの結果を得たということなんですけどこの最低ランクの,その評価を現状で得ていることに対して東京電力とどういう話し合いをまず8月2日の段階で話されているのか東京電力に対する県からの注文 あるいは電力サイドからの何か説明というものに対して今ここ,でここまで言えるんだということをお話しいただければとまず思うんですけど、はい、あのご指摘の,あの、えっと、訓練3月ですかね行われたらしいんですけれどもあの訓練の中の、まあ、いくつかの,あの評価項目があったようですがそのうちの、まあ、情報の伝達の部分ですね、えー、規制庁さんと現場のサイトとの情報の伝達が あの非常にうまくないということで、えー、評,価評価は ABC の C だったというところでありまして、えー、まあちょうどあのそのいう中であの、まあ、東京電力の社長と初めて8月お会いしたんですけれども、まあ、その時にあの、まあ、東京電力の社長の方からもまあそういう結果だったことについてそれはあの自分たちも非常にあの深刻に受け止めていて、まあ、早急にあの何が、まあ、問題であったのか。 情報伝達が円滑に早急にできなあのうまくできなかったことについての原因をしっかり確認をし改善策を講じますとはおっしゃられましたので、ま、え、あ、ー、ぜひもう、えー、言葉ではなくて実行で示してください実績で示してくださいということをお願いしたところであります。で実はその後実はつ,つい先日ですねあの柏崎刈羽原発を 初めてて現場を視察させていただきましてえー、その中で特にそのどういう改善が行われているのかその点についてもあの東京電力さんからご説明をいただきましてそれはそれなりにあの東京電力さんもいろいろと考えられて対策を講じておられるのはあの間違いなく講じておられました。それが、えー、本当にううまく機能するかどうかどは また次の訓練の中であの検証されることになるかと思いますけれども、まああのまあ、訓練というのはまあそういう問題があるところを探し出してでそれを改善していくというのがまさに訓練でしょうからあの、まあえー、C ランクの評価であったこと自身は残念なことではありますが、まあ、それを改善して次により良い状態にしていくということであれば、まあ、それはそれであのいいのかなと思っています。 その改善については何か具体的に例えば新潟の場合冬ですとこう雪が深くて、はい、そういう意味ではこれまでも中越地震や中越沖地震と今後予想されるような大きな地震が起きた場合でもここまではできるというそういうような具体的なその避難計画についての内容を東電さんが用意をしていくということでしょうか。あえっとあの 訓練で、えっと、評価が低かったのはあの避難計画ではなくて情報,、ね、情報の現場で起きている状況現場サイトがありますよねそこであの情報が集約されてそれをあの東京の規制庁にあるいは東電の本社にこう情報を流す必要があるわけで,すで関係者が共有して、えー、対処していかなきゃいけないわけですがその情報の伝達が非常にあのスムーズでなかったということがあのそれが問題だったようで。そこはあの 不いだとかっていうことは直接関係ないと思うんですけれども、あのその部分はあのまあ一つの例なんでしょうけども、専任のまさに連絡要因というものをもう明確に置いて、えー、きちんと情報が共有瞬時に共有できるようなですね、あの仕組みをあの確かに作られようとされていたのは事実です。わかりました。あのもう一つは確認事項なんですけど、お地戦のときからあ私もあの。 知事の花角さんの公約で地元の新潟日報紙に脱原発の社会を目指しますというような大きな最大的な公約というようなものが掲げられていたのを読ませていただいたんですけど、はい、その後、今の3つの検証との兼ね合いの中で先ほども知事がおっしゃいましたその3つの検証がいつの時点ではっきりした結果が出るのかその期限は切っていないと。はい でしかしいずれかの時点でその検証結果を出て、はい、知事がこれは再稼働してもよろしいという判断をした場合には、はい、そのあるいは逆にこれは再稼働はまかりならんとこのまま統計するというような判断をされた場合においてもいずれにしても県民の信を問うということはその時点で改めて知事選挙を おやりになるとこうういうからあのまあ脱原発という表現が適切かどうか分かりませんが私が選挙期間中からずっと申し上げているのは将来的には原発に頼らない社会を目指したい、うん、ということはあの今も変わらずそう思っていますしでそれがあのじゃあ10年後なのか30年後なのかっていうところはそこは今の段階で分かりませんが。 やはりない社会を目指したいということは、あの申し上げてきたところであります。で、その、そのこととですね。当面、その。今ある柏崎火羽原発を。再稼働させるかどうかというところは。あの。まあ、将来的のすが、姿と。目の前のものをどうするかということは。分けて議論しなきゃいけないとは思っています。そして、その、じゃ、目の前のものをどうするかというところについては。検証が終わらない限り、えっ、ー、と。 いいいも悪いも悪議論できませんというふうに先ほどはちょっと申し上げたあこれなくなっちゃったけどまあ,あのお手元に資料はあるでしょうけども一番最初のスライドはそうですけれどもあのまあ、えー、検証の結果、まあ、それは3年か4年か分かりませんけれどもあのお尻を切らずにしっかり議論を深めていただいていずれか結果が出たときにそれを踏まえて私は リーダーダとししして必ず判断ををまますす結論を出しますそれは県民の皆さんに、えー、お示しをしてで確認をするとそれを県民がどう受け止めるかを確認をし,したいと思っていますその確認の手段としては真を問うということが一番重い適切なやり方だと今は私はそう思っています。住民投票でではなくくてあくまでも、はい 選挙によってっていう、それが。それが一番、ね、それを信を問うという趣旨でありました。それが。今の段階で、私はそれが適切だと思っています。わかりました、えー。私の方から最後に一点だけですけど、もう一つ、その。はい、今、あの。柏崎刈羽の、例えば、第一号機は、もう三十三年、えー。だったと思いますけれども。はいはいね、今の、その状況からいきますと。 よく言われるトイレなきマンションというその核燃料についての使用済み核燃料をですね捨てるところがない状況で1号機2号機は多分2年もし再稼働した場合には2年から2年半でもういっぱいになってしまうとでそれを含めてこの核燃料の使用済み核燃料をどうしていけばいいのかということもこの 先ですね課題になってくると思うんですけどその辺はあの知事としてのお考えはいかがなものですかそれはまさに国というふうに思います。で今柏崎も今67号機だけですよね先治変の許可を得たのはですね 1>,、ええまあ、1から5はおっしゃるとおりもともと古い原子炉でありますのでそのまさに後始末の世界と大きく変わっていると思いますが。 それはままさに国においいいいててししっかり検討たただきたいと思います何か国に対する注文といいますかそれは新潟県としてどうこうというのはなくてあのまさに適切に検討を深めてもらいたいと思います、えー、それではこれからあの会場からの質問を受けたいと思いますので、えー、ご質問のある方は挙手をされて、えー、組織名とお名前をおっしゃってください。えー、<あ>小田さんどうぞ 個人理解の小田ですあの今の,あの住民、県民の意思の確認ということについてもう1つちょっとあの詳しく伺いたいんですが芯、はい、を問うことが知事選だということは任期の途中でやめてシングル1周でその知事選を戦うという趣旨なのかそれとも知事選というのは基本的にはそれまでの知事の実績それからこれからえやろうとしていることもそれは原発も含むかもしれませんが まあ、総合的なな戦いになるわけですね、まあ、住民投票とそこは違うとおっしゃってますのでそこはあのそういうふうに途中辞任ということも含めてお考えだということでしょうかその辺の辺確認です、はいはい、あの検証の結果がいつまとまるかは正直わからないと申し上げてきましたので仮に任期の途中で、えーまあ、これから4年間あるわけですけれどもあの検証結果が早くまとまり それを踏まえて私が結論を取りまとめることができたとしたらそれはまさに任期途中での選挙ということもありうると思っていますあ。それはまさに私の結論をどう受け止めるかそれはそれが多分中心になるでしょうけれどもただ同時にそれは県民的にそれだけで判断なさるかどうかはそこは 一一人一人ののの県民の受け止めの問題だと思いますそれはまあもちろん県議会にも図った上でっていうことになりますかええまあ辞職の許可はあの県議会ですから <laughs> えー、それでは他にご質問のある方いらっしゃいませんかはい坪井さん 新聞の坪井と言います。はい。あの、公職選挙法ちょっと確認してないんですけど。はあ、任期途中でお辞めになって。はい。選に補ぜになって。はい、ええー、お勝ちになっても。はい、その自分の最初の任期しか。任期はないんじゃないかと思って。はああの、すごい。税金の無駄ぐらいになるんで、あれが仕事。はい。私はあの、公職選挙はそうじゃないかと思っているんで、金正恩。その辺はお調べになった。いや、調べてません。恐縮ですが。調べていただいた方がいいんじゃないですか。<laughs> はい、わかりました。 えー、他にはいどうぞ後ろ同じくすみません、朝日新聞社五郎丸と申しますが、はい、ちょっと2点お伺いしたいんですけど。 1点はです、ね、その県民の意思を確認する方法として知事選を念頭に置かれているということなんですけれどもあの、まあ、途中の選挙であったとしてもです、ね、あのやはりその県政全体の総合評価となりかつですね、あの,他の候補の方との相対的な評価として県民の方がどう考えるかということになると思うのである意味その柏崎の、まあ、問題単一の問題、はい だけでではないもののが入ってくるのでです、ね、県民の方からすると悩まれる方も出てくるのかなと思いますもちろんあの何でもかんでも住民投票でかけるのが良いかどうかというところにも議論があるのは承知しているのですけれども現時点で,です、ね、つまりその分かりやすいはっきりした方法である住民投票よりも知、ね、事選の方が良いというふうにお考えになっている理由をもう少しちょっと詳しくお伺いしたいんですが、はい、それは繰り返し申し上げていますが私としてはそれが職を落として 自分の出した結論を県民が受け止めるかどうかが最も重い適切な方法だと考えているからであります。県民がそれをどう受け止めて判断をするかというのは今ほど前の質問でもお答えしたとおりであります。あのもう一点なんですけど、 自治体とです、ね、あの電力会社の安全協定に基づくあの事前了解あの再稼働における事前了解プロセスの部分なんですけれども、えー、まあ多くの自治地方ではです、ね、その直接の立地市町村と検知ということになっていて新潟もそうなっています一方で最近ご存じだと思いますが茨城県の,方の東海第二原発ではです、ね、やはりその30キロ圏内で 避難計画を作らなきゃいけないので、やっぱりそういった相応の,の負担に対するですね関与というものを求める声が強まっていてで、事前了解権をですね直接のところ以外にも広げるということが、この間ありました、で新潟でもですねそういった議論があると思うんですけれども、現時点で、ですね、えー、知事が、周辺の部分は知事がです、ね、意見を聞いてそこで、そこも踏まえて判断を下すという今のやり方がよろしいのか、それともやはりあの周辺もですね、 避難計画に負担を負うわけですから、そういったことについて、直接関与する道をです、ね、やっぱり認めてよいのか、その辺についてどのようにお考えでしょうか、はい、今ほどのご質問は、あの県議会でもいただきました、えー、繰り返し申し上げておりますけれども、広域自治体たる県が責任を持って判断することが適切だと思っていますあの周辺自治体もさまざまな意見があります。 自分たちが判断するように県で判断してもらいたい明確にそうおっしゃってる自治体もありますやはりまさにこういう自治体はそういったさまざまな声を踏まえて判断する責務を負っていると思いますよろしいですか、えー、それでは他の方あいかがでしょうかはいどうぞこちら NHK と申しますあの1点お伺いしたいんですがあの柏崎刈場は,はやはりその東京電力福島第一原発を起こした東京電力が運営する原発ではありますあの審査の、えー、規制委員会の審査の中では適格性という論点であの議論されたこともありましたけれども知事にとってその今東京電力、事故を起こした東京電力が原発を運営する資格があるとご評価されているのかどうかその辺の見解をお伺いしたいです。 はい、あの資格があるかという質問はすごく難しいあのちょっと抽象的なご質問だと思うんですけれども、まあ、少なくとも技術的にはあの規制庁の審査技術基準の適合性はあのクリアなさっておられる中であの、まあ、信頼の問題かもしれませんけれどもあのきちんとマネージできる会社であってほしいと 思います。その的確性というのがその何らかの基準があるかどうかは難しいところだと思うんですけれども、あの信頼に足りうるう主体であってもらいたいとは思います。よろしいですか。えー、その他のご質問はい。い後ろのはい山本さん。 デモクラシー・タイムズというユーチューブでニュース動画を配信しているところにおります山田と申します。はい、あの今、原発の話がいろいろ出てますがえ知事の基本的な姿勢をお伺いしたいんですが、はい、先ほど将来的には、はいえー、ないほうがいいというお話をされましたよね、はい、えどうして将来的にないほうがいいんですか不安だからです。不安、はい、それはどうして それはあのど,どうしてと言われると不安抽象的ですよね、はい、不安だからない方がいい、不安なことたくさんありますよね、そう,ですねそうするともう少しその少なくとも知事として原発をどうするかということをきちんと県民に説明しなきゃいけない立場の方が将来的にない方がいいのは不安だからというのだけではちょっと説得力が足らないんじゃないですか。いやもう すみませんご質問が私の,、はい、あの考えをお聞きにな、はい、られたということなので、はい、私はあの不安だからそれを避けられるものなら避けたいということであります避けられるものは避けたい何を、はい、だからその不安を除去できるもんならできる方法があるんなら除去したいと申し上げている。ということはその原子力発電ということに,ついてに頼らないエネルギー構造が作れるんであれば。ええ であればですかそうですそういうものを目指していきたいということですかかじゃあ10年とか30年というのはそういうものがなくても耐えられるそのエネルギー情勢ができたときにということなんですねそうでしょうねそれと引き換えでしょうね必要不可欠な状態の時にやめるわけにいかないだろうっていうのが普通の考え方だと思います、うん、ちょっと待ってもうっ何の時に必要きに原発にたわらずに済む社会に したいと思っているわけですそれは原発に対する不安感があるからです。はい、で不安をそのだから不安感があるのでその原発というものに頼らない状況が作れるんであれば、はい、その見込みが立つんであれば<今>そうしたいですよねとあの今欧州とか世界でさまざまな試みがありますが今その新潟はですね、まあ、現実に、えー、稼働してないわけですよね。 そ,うそれではあの原発に頼らない、えー、エネルギー構造にはなっていないというふうにお考えなんですかえ今のままでずっとあの安定していけるんであればそこが確信を持てるときには、えー、原発をやめるというコンセンサスがでできる時ですよねそれはあの、えー、例えば世界の事例などを見ても脱原発の地域とか国とかありますよねそういうことを踏まえて新潟県はそういうことにはならない。今 当たらないというふうにご判断になっているんですか。え、あの、まあ、私の今意見を聞いていただいているんです、ね。はいそうです。はい、今は原発を直ちに頼らない。えー、原発に頼らないで済む社会になったと。うん、なり、なりきれるという自信は今私にはありません。うんうん、なるほど。じゃあ、今化石燃料などを使って再稼働している。あの、してない状況というのはよろしくないと。これは、あの、異常、うん、あの、極めて今の状況というのは。 えー、前提にはならならいいととうことですか今は現実に再稼働してないわけですよね<笑><笑>新潟県はあ新潟県だけで考えればい、ええ、ない方がいいですよね、はい、それは、はい、ですから今,今の状況がずっと続くということを前提には考えられないということですかあの、まあ、今現に稼働しているのが九州なりありますけれどもおよそ原発に頼らない社会がで、えっと、持続できるという 確信が持てる時代になれば、それはまさに原発に頼らない社会をにしたいですよね。わかりました。はい。えー、それでは他の方ご質問いかがでしょうか。よろしいですか。えー、それじゃあ,あの私の方からもう一点お伺いしたいんですけど、あの原発の立地自治体の柏崎市あるいはカリワのその村長や市長との まあ合意形成の問題が今どうなっているのかあのよく分からないんですけれども柏崎の桜井市長は廃炉計画をあの東京電力さんにきちんと出してほしいというふうに求めていますけれどもその廃炉計画については知事と自治体の柏崎市あるいは刈羽の村長さんとご 意見の一致がかなり見られているのか、それともまだ。ちょっと温度差があるのか、その辺はいかがなんでしょうか？正直、現段階ではまだあの3社はあのそれぞれ、えー、と考えていることはち違いがあると思います。はい、あの仮は村の村長はもう明確に原子力発電所は必要だとおっしゃっておられますし。し、え、桜、ー、井市長もあの67号機についてはっ。 おそらく明確にあの私面と向かってお聞きしてはしておりませんけれどもあの再稼働の必要性を認識されているんだと思いますが一方で、えー、1から5について早く廃炉というものを方針を決めてそれを、まあ、一種地域の経済の活性化に、えー、役立たせていきたいといったあの思いをお持ちなんではないかと思いますがそういう意味ではまだあの、まあ、そもそも再稼働の議論をしておりませんので。はいはい えー、これからの話だと思いますけれどもそれぞれまだ立場が違うと思います、えー、それともう1点だけあのちょっとこれはあの先の話といいますかあのなかなか難しい問題だと思うんですけどやはり、えー、脱原発いわばその県民のある程度の民意とそれからあの 原住知事を知で選でこう支援をされてきた自民党の方はなるべくならば再稼働を推進したいというようなその思惑があるかと思うんですけどその辺の国の問題意識と県民、民意および県の問題意識とは多少ずれがあるんじゃないかと思うんですけどその辺は今後どういうふうに埋めていこうというお考えでしょうか、ええ。 まあ自民党という括りで言えるのかどうか分かりませんけれどももちろん支援していただいたのは事実ですが今度こ,このテーマについてあの私は明確にああだこうだと言われたこともありませんし私は今の私の思いを率直に選挙の時から申し上げてきてそれを前提にしてご支援いただいているんですと思っておりますので私はこのまま自分の 信じるところであの仕事を進めていきたいと思います。わかりました、えー。どうしてもこれは聞いておきたいということがありますかなければあの今日の花園知事の会見はこれで、えー、終わらせていただきます。えー、まああの三つの検証と同時に今日出たさまざまな問題点を含めて、えー、新潟県民のまあある種ファーストという形で。 県民に対するこれからも知事としての責任を積極的に果たしていただきたいと思うのと、まあ、検証がある程度見えてきた段階にはまたトークラブに来ていただいてですね、お話をしていただきたいと思います。本日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。でこれは笹江ですけれどもトークラブからの記念品でございます。すはい、ありがとうございます えー、それで最後になりましたごめんなさい忘れて、えー、今日はあの花摘みちに、えー、書いていただいた記号はです、ねえー「なせばなる」ということで <laughs>、えーまあ、深い意味があるようにも思いますけど何か一と言ありますかいやいやあの上杉鷹山を尊敬しておりますので、まあ、あの先ほど「チャレンジ」という言葉も言いましたけれども、まあ、とにかくあの挑戦する姿勢でいきたいと思っています。